ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はキャプテン翼3、続きやっていきたいと思います。なんかね、松山くんがいるチームですよ。イギリス、敵はマンチェスター。こっちのチームはね、ヨークシャーというチームみたいですね。2トップでいきたいと思います。10番松山くんを中心にね、攻め上がりましょう。松山くんといえばワンツーでジョーンズと。ジョーンズって誰？このゲームね、一応全員名前があるんでね。トラップ無理か。松山くん、あー無理か。やっちまったな。シュート打った方が良かったかな。あー敵はね、あ、カルツ、こいつがいるみたいですよ。カルツはやばい。カルツでもパス出す印象だけどな。え、カルツ性格変わったな。なんか強引さがカルツに身についたのか。ハリネズミドリブルってなんかネーミング的には大したことなさそうだけど、かわすのかよ。やばいやばいやばい。あ、強烈なシュートはやばいね。キーパー誰？知らんで。トーマス。あ、トル出たよ。おー、トルが出たから。クリア、松山くんに回せー。ナイス、よし、つながった。テル、テルといえばもう岩本テルしか。おー、すげえカウンターですねこれ。めっちゃカウンターやん。これ11番フリー、ジョーンズに任せよう。ドフリーですからね。そして松山くん、フリーの松山くんへ。オフサイドはない。きたー、これはトラップする。いや、フリーだからボレーシュート。え、あー、ターナーめ、何してくれるん。マクニールくんカット。もう一回行きたいなこれ。真ん中空いてる。よし、届くでしょ。ジョーンズ、お、フリーだ。ジョーンズフォワードですからね。ここは行きましょう。シュート、後ろからのボールは難しいはずやけどね。あ、弾いた。フリーやったのになこれ。やばいぞ、カルツに回すな。カルツにパスカットかな。パスカット、あー、テイラー。おー、ナイス。あ、松山エリア内に入った。これはもう例のやつでしょう。イーグルショット、ここだ。なぜモザイクになった。なぜ左足で打つ。え、カーブかかるようになったの、イーグルショット。あー、ポスト最低だね。クレイグ君も倒れてる。ここは打ちたい、シュート打ちたい。カーサーって誰。あ、やったー、キーパー倒れてるからよかった。チームプレーで助かったよ、カーサー。誰やねんカーサー。これも松山くんの対カルツの試合ですからね、この試合。正直カルツを全員でマーク、ブロックしたいぐらいだけどな。これ止めれないよね、ハリネズミ。あー、みんな戻れー。これは無茶なドリブルでしょねえ。あ、イーグルタックルか。
やっちゃう？イーグルタックル。ちょっと体力もったいないよな。あ、これで見れるのか。松山くんの体力ちょっと温存します。動かない。あ、パスするの？お、ナイス！カルスからボール取れるなんて素晴らしいよ。カウンター攻撃だ。お、すげえ。5対3。どうしようこれ。後ろからも来てるよね。ケントに渡そうか。一旦下げてスルーパス。ケントのスルーパス。ケントデリカット。ケント。どうしよう。これテールにもう一回渡そうか。松山のスタミナをね、温存。これスルーパス出したいな。あー、ちょっとこれいけるんじゃない。ワンツー行こうか。松山君。キーパーも大したことなさそうだしね。よし、テル行け、シュート。フォワードだ。パンチング。あ、届かない。やったー、チームプレー。岩本テル、いいね。いいよ岩本テル。フリーキックもあるよ。カルツが意外に止めれたのが嬉しいね。カルツタックル。あー、これされるとちょっとな、無理だよね。ジョーンズでは無理だよな。吹っ飛ばされたらもう病院行きですよ普通。一回吹っ飛ばされたらね。タックルタックル。松山はちょっと動かない。さっきと同じパターン。あ、今度は無理か。カルツはゲームメイクするイメージだけどな。お、弾いた。モートン初登場。あー、多勢に無勢だ。なんか強烈なシュート。弾け。リカード。あー、届かない。マクニール。なんかフランスっぽい名前だけどね、マクニール。あ、これはちょっともう無理かな。強烈なシュートだもんね。あー、無理か。あー、くっそー。なんでネット突き破る。誰やねんモートンって。いやー、ちょっと前半でね、もう一回松山くんに回して2点差にしたいな。1点差なんかないようなもんだもんね。合ってないようなもんですよ。ディフェンダーとかボール触ってない人いるんじゃないか。ボール回ししっかりしよう。あ、やばい、前に入られた。これはやばい。7番がね、前に入ったでしょ。パスコースがないよ。これはまずい。バックスターキープできるか。ここで取られるとね、やばいよ。おっと、やばい。7番のプレスいいね。ボランチのケントに返してた。ツートップだからね、中盤は熱いはずなんだよね。7番に回して。嘘。このね、パスカット判定がちょっとおかしいよね。おかしいとか文句を言う。不要。あ、よかった、リカード、ありがとう。私のミスをね、カバーしてくれた。どうしよう、もう9番を蹴るとかに当てるか。まずフォワードに当ててと。もう時間ないもんな。11番がフリー、ジョーンズ。もうでもタイムアップか。松山くんに渡してみようかな。もう時間切れかな。普通にシュートで。あー、オーバーヘッド。体力。あ、間違った、オーバーヘッドしちゃった。いやー、今ヘディングするつもりやったんだけどね。時間切れになるでしょこれ。
あー、しかも弾かれた。くっそー、スタミナ無駄だった。やばいこれ。ぜあ、松山君ディフェンス得意だけど、あー、え、もう終わりでいいでしょ。くっそー、もう一回イーグルショット打ちたいね。さあ後半ちょっとこれ厳しいな。1点差は2点差にしたかった。松山君460あるか。このキャプテン翼特有のね、ただ単にドリブルしてワンツーすれば抜けるというゲーム特性を生かした松山君チャンス。イーグルショットまでいけるか。イーグルショットでいいんじゃない。なぜ右足で蹴らない。入ったか。どうだ。よーし、狙い通り。松山くんのガッツと相談ですからね。さあしっかり守っていこうぜ。中盤を支配するのがね、こっちの作戦ですよ。ジョーンズパスカット。ああ、おお、ナイス。モートン、さっきやられたやつか。モートンディフェンダーじゃないのか。モートン、ケント・デリカット、いけ。届かない。松山くん、おお、弾いた。さすが、さすが日本代表のセンターバック。カウンター、カウンター、カウンター。なんかカルツみたいなやつが近づいてきてる。これやばいな、取られそう。よし、リカーブいいぞ。サイドに張って、サイドからセンタリングだな、これは。センタリング、アーリークロス、テル君フリー。スルーはトラップかな、これは。トラップ、すげえ、ここでトラップ。これはもうドリブルでしょ。ドリブル、ドリブル、パスと思ってるでしょ。よーし、かわした。あー、来たー。これはやばい。よーし、かわした。キーパーも抜いてしまえ。もうてるくん、キーパー抜け、かわせ。おお、素晴らしい。さすがフォワード、滝くんを思わせるようなね、南葛中学の。いや、実力の方、もうこっちの方が上だね、これ。テル君があそこまでできるのは。ホワイト、初めてボール触ったんじゃない。テル君いいね、ノリに乗ってるからタックルだね。あー、かわされた。松山君も守備に回ってもいいよ、これ3点差だから。タックル、タックル。あー、ダメか。あー、最悪。おお、松山君タックルで取ったか。あー、もうでもパス出しでいこうか。松山君ワンツーだな。ガッツないけど、ジョーンズとワンツー。そうそう取られんでしょ、松山君だったら。よし、時間を使っていきたいんだけどね。あ、もうパスかな、これ。テルにパス。シュートだな。テルのヘディングどうだ。
おーパンチング、こぼれ球、これこれこれ、よしブランク、誰6番に渡してからセンタリングだね。カウンターが怖いけどな、逆に。おっと、ちょっと一回戻すか一回戻して2番も上がってこい、ブランク。よし、5番が入った。いいとこ入ってくるね。エリア内でドリブル、もうシュートでいいんじゃない、シュート。あ、カルツには取られるよねこれ。あ、勢い弱まった。やった、入るか。やっぱペナルティエリア内ではあれだね、シュート結構ね、キャプテン翼2までは普通のシュートってあんまり全然効かなかったんだけどな。やっぱりセンタリングとかね、そっちの方が点数入ったよね。シュートも打ってみるべきですね、エリア内だったら。おお、これ楽勝モードになってきたなジョーンズ行くぞ、ドリブルでかわせ。あー、やばい、あー取られた。久しぶりに逆襲。でもなんかもう余裕だね4点差ですからね。楽に、もう本当は控え選手がいたらね、松山休ませるとこでしたよねこれカルツ、ケントがいた、ケントデリカット、いけ、タックル。ハリネズミドリブルってネーミングつけられたらカルツどう思ってるんでしょうね。ちょっと嫌でしょうねあ、これはキーパーの練習でレベル上げたいぐらいだよね、トーマス。おー、カルツ大したことないな。クリア、みんなのレベルを上げたいな。コーナーキック、マンチェスター。全然マンチェスターっぽくないけどね。A コーナーからシュート、ずるいよね。フットサルでもあんまりないよ、コーナーからシュートマンチェスタースローイン、ナイス。しっかり守る、守りきろう。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。団子状態。タックル、タックル、ブロックでいいかな。うわー、これペナルティエリア内は嫌だな。PK はやめてよ。あー、やってもうた。一番やったらあかんやつや。やったらあかんよそれ。これはね、やっぱり PK は左かな、左って決めとこう。あー、真ん中がしょうがない、これはしょうがない。あ、終わり、よーし、勝ちました、カルツ。以前と違う、弱くなってる弱くなってる。最後までご視聴ありがとうございました。次回の予告見てお別れしたいと思います。次回はどこかな、全部同じグラウンドに見えるぞ。このアナウンサーの服装もいつも赤いな。グーテンモルゲン、ベルリン、ハンブルガー SV 対バイエルン。おお、いい試合じゃないか。カルツ君の海外研修のための欠場というハンデを負ったハンブルガー SV。 あ、
若林か。あの海外のキャプテン翼だったら若林が主人公なんだよね。あ、カール・ハインツ・シュナイダー対若林、これはシュナイダーの方が有利な気がするな。来いシュナイダー。ということで次回は公式戦って何地味だね。なんかあ、リーグ戦ですね、ブンデスリーガーの。なるほど。若林のチームメイトの攻撃力が気になるな。次回よかったら見てください。それではまた、さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。